政宗様、ここはこの小十郎にお任せを。あなたの手を薄汚い血で汚す必要はない。オーケー、その勢い見せてみろ。どうやら何を奢ってきたのか分からねえとはな。てめえはゴミ以下だ。私はこれと決めたのは明日に欲しい証拠だね。あまりじらさないでくれないか。奴に隙を与える。あの腐った魂ごと叩きてやれ。心得ております。これ以上好きにはさせん。馬玉の闇に光一つ。静かに眠れ。人生はこれだから分からない。覚悟はできてるか。俺はできてるぜ。どれ。やろう。待て、くれてやる。そいつらを解放しろ。松永の卑劣な罠に。行くぞ。道は俺が切り開く。おめえらは政宗様をお守りするんだ。死ぬ気で守るぜ小次郎様。こたびの戦が要、街道を占拠するのだ。邪魔だ。それにまみれるは独眼竜眼右目片倉小十郎殿とお見受けするがいかに。ちぇ、やはりてめえか、サナダ。Yeah!
鬼のごとき戦ぶりを。もらうぜ。火祭りにあげてやろう。押し負けるな。宝の力を見せてやれ。邪魔だ。もらうぜ。伊達軍と出会ったが我が定め。指を加えて見送るわけには参りませぬ。真田相手に無傷で通らぬとは思っちゃねえ。助けて。まだまだ。席を果たすんだ。雪村様は信じてくれてる。おまたまの闇に光一つ。静かにね。五十郎様の動きまるで踊ってるみてえだ。いつもの勢いが感じられない。何かあったのか。街道は戦が要、我が隊に渡していただこう。真田隊、いざ進撃。急げ、おめえらは先に行くんだ。五十郎様。わかりました。死ぬ気で来い。手加減はなしだ。もらうぜ。進め、街道を落としてみせようぞ。邪魔だ。
カタクラ殿、六眼竜はなぜ姿を見せぬ。聞けば素直に答えてもらえると思ったが、てめえとお友達になった覚えはねえんだがな。なんの、まだまだ震えよ。そうだ、金掘り衆、足をかけよ。強き心を持て、必ずや突破する。中央門開門せよ。はっ、何か事情が終わりのようだな。半端に情けをかけるつもりならやめておけ。その余裕がてめえの命を終わらせる。押し負けるな、かけ渡せ。熱血突撃、真田対得意の中央突破、見せてやれ。静かに眠れ。うせな。この戦、もはや一つの勝負を残す。恐れを超えよ。それが誠の勇気だ。さすが勇気村、政宗様が認める男だが、今回はてめえの熱血に付き合う気はねえ。てめえには命を懸けて守りたいものがあるか。俺にはある。だからここは通さねえ。その気持ち、しかと受け止めた。貴殿の全力、見せてくだされ。馬玉の闇に光一つ。静かに眠れ。燃えよ、我が闇、我が魂、命の限り震えよ。正面より立ち向かう、その息はよし。そなたも全力を出せ。心配すんな、俺がてめえの火を消してやる。この雪村、全力でお相手いたす。何をしている。本気を出せ。せや。
どういうつもりだ。行かれよ。急ぎ奥州へ戻られよ。情けをかけるなと言ったはずだ。いいな、情けではない。